今から撮影始めますけど、お願いします。お願いします。あの、笑ったら負けで、はい、前回あの、愛人疑惑の時ひどいすぐ笑って、はい、あんまりちょっとあれは早すぎるじゃんよっていう声もあったんで、私もありました。お互いすぐ笑わないようにいきましょう。はい、はい、ということで、どうも、トマピーです。どうも、たかりさです。なんで笑っちゃダメって最初に言ってダメじゃん、トムさん。ねえ、それはないよ。まあ、まあまあまあ、ちょっと、これも映ってるかもしれないけど、おもろいから、ちょっと、もう一回やり直してみますか。はい、トマピーです。はい、どうも、たかりさです。今日の動画はタイトルの通り、僕が、こちらの高梨沙さんに振られましたっていう動画になってます。はい、まあ、振られるなんでもうトモさん、なんで笑ってんの前回は先だから、これ一生いっぱいかな。確かに。まあの、振られるって言ってもね、いろいろあるじゃないですか。うんうん、ね、それは男と女だったら恋愛でね、うん、こう振られるっていうことが、うんうん、まあ、一番本命パターンっていうか、世の中で最もポピュラーなんだけど、うん、この動画ね、あの、釣りではある。釣りではある。釣りではある、はい。ようこそ、釣りエンターテインメントの世界へ。いらっしゃいませー。フィッシュ。まあ、どんどん釣られて。いいとして、いいとしてね、まあ、どうせ釣りだろうって思って楽しくクリックしてる人たちが多いと思うんで、まあ、いいとしてですよ。で、まあ、その恋愛とか、そういう以外にもね、プロポーズとかさ、付き合ってくださいとか、そういう以外にも、振られたって結構使われるケースがあって、今回何で振られたかっていうと、何で振られたんですか、僕。会社の正社員になってくださいってことに対して、振りました。はい。はい。もうまさにその通りで、僕の会社ですね、ハッピー商店っていう、会社でですね、ちょっとこの高梨沙が有能すぎて、ぜひね、あの正社員で入社して助けてほしいと、うん、はい、まあ動画とかね、 SNS、 まあこう露出活動をする時のマネージャー兼秘書みたいなポジションで正社員で入社して助けてほしいと。そしてそのまあ道中、いろんなビジネスもまたやっていくと思うんで、ハッピー商店、商売をとことん楽しむ会社、一緒にいろんな商売もやってこうよみたいなことを、まあ、正社員で来てくれと、プロポーズした結果、振られました。はい。なんかすごい嫌な女みたいでした。いや、まあ、そういうね、まあ、プロポーズっていうのは実は日本では、うん、その結婚っていう意味が、こう、メインっていうか、ほぼそれで使われてるんだけど、うん、プロポーズはプロポーザルの略なんだよね、そもそもね。で、プロポーザルっていうのは何かを申し込むということで、うんうん、正社員で来てくれとね、申し込んで、うんうん、だからなんならプロポーズして振られたっていうことでもあるんだけど、うん、まあ、ややこしいな、ややこしいけども、とりあえず、まあ、そのことについて、はい、ちょっと皆さんにも自分のこう近況報告にもなるかなと思うし、たかりさこのチャンネルには結局よく出ると思うんで、うん、あの、まあ、ちょっと紹介も兼ねてじゃないけど、はい、まあ、報告動画になります。振られた報告動画になります。まあ、なんかっていうのもね、そのいきなりなんかこういきなり正社員で来てよ、いくらいくらで何やってみたいな、うんうんうん、いきなりオファーしたってよりはもともとこうたくさんこう、なんだろう、コミュニケーションを取った上で、ね、あって、いろいろその、うんうん、なんか背景も軽くは聞いたことあったんだけど、うん、なんかそういう話たびたびしてたんだよね、うんうん、飲みの席とかだけど、うんうんうん、なんか高梨沙会社にいたら面白いなとか言って、でもなんかすごい優秀な人だなみたいな、気も合うなと思って、うんうんうん、まあなんか気が合いすぎるやつは部下にするなとか、そういう格言みたいなのもあるけど、たまに、うん、まあそれは置いといて、本当になんかこういてくれたら絶対頼もしいなってイメージがある反面、なんかめちゃめちゃこう優秀だし、今後いろんなチャンスがあるなと思って、ちゃんとは話さなかったんだけど、そんなことを何回かね、うん、まあ
そういう、なんていうの、酒の席での話みたいな何回か繰り返してるうちに、これ実際でも別に話してみる、ちゃんと話してみるのに損ないよなみたいな、高木さんもなんか表面上は興味あるって言ってるし、うんうん、損ないよなと思って、この間ね飯食いながらちゃんと話してみて、よりその高木さんの過去、今、あと未来の可能性とかもいろいろ聞いた上で、で自分とこのことも伝えた上で、なんかちょっと言ってみたら、なんかいや強い興味を持ってて、うん、実際に、うん、でじゃあ一応オファーしてみるけど、とりあえずその場合もしウィンウィンになりそうだったらこんな感じで考えてるんだよね最初はっていう、うんうんうん、まあ、それは世の中的にすごく好条件でもないし、すごくなんかそのぼったくりでもないような感じのそのスタートの条件で、まあちゃんと来てほしいっていうのを伝えて、なんとその場ではやるって言ったじゃあめっちゃ条件浮かんで、確かに友だとめっちゃいるし、おじゃあその条件だといけるかもって思ってたの、その時は。まあもともと共存してなんか手伝ったりしてくれることも多くて、うん、それは友人関係においてっていう感じなんだけど、まあその自分の仕事とか発展にメリットもある友人関係みたいな感じで、うん、まあいろいろそのね手伝ってもらうこととかもあったり、うん、なんか僕側もなんか役に立てることあったらするみたいな、うんうん、まあ、心構えで役に立てたかわかんないけども、うん、まあ、そういうなんかナチュラルな関わりで、でも結果として一緒にいる時間多いし、うん、仕事っぽいこともするから一緒に、うんうん、じゃあなんかね仕事に実際になっても結構なんか違和感ないっていうか、うん、やりやすいんじゃないかって思ったんだよ最初ね、うんうん、でじゃあとりあえずやるって言うけどちょっと待てみたいな、とりあえず一旦言ってみただけだからもうちょっと詳しく話したり質問とかないのって言ったらな、最初はあんまりなんかなくて、うん、でそのやるってことになって、うん、とはいえちゃんと話しといた方がいいこと、説明した方がいいことを説明していって、うん、でその日はやるで終わったんだけど、うん、次の日ちょっともうちょっとこう冷静に考えた上でこういう部分とか確認させて欲しいみたいな連絡をもらい、うん、まあそこはちょっと受け手によってこれ何パーぐらいに下がったなっていう感じは変わると思うんだけど、俺は高木さんのことを結構知ってて、高木さんも僕のことを知ってて、うん、なんで高木さんと喋るときに俺って言って視聴者のみんなに向けて僕っていうのか言い直したのわかんないけどまあ両方使うんで、まあ、そこ置いといてね、そこ置いといてみたのが多い性格が14本舗チャンネルで発揮されてて申し訳ないんですけど、どう？あの、とりあえずね、うん、まあ僕の中ではあこれ昨日乗り気だったけどちゃんと考えた上で、しかも一回やるって言ったものをとりあえずやってみようみたいになったものをこう言ってくるっていうことは、これはちゃんと考えないといけないなって思って、結構だからその昨日話したこと思い出して、でもともと高木さんに俺がそれを社員で来てよみたいな、いてくれたらどんなに助かるだろうみたいな思ったけど、言わなかったのはもともとその優秀だしすごい可能性を広げてるから、なんかもったいないなって思ったの。でもなんか人脈が増えたりいろんな話ね、そういう広げる活動してて、うんうん、チャンスは増えてるけど商売がそんなにうまくないし、うん、マネタイズがそんなうまくないとか、そのまあ何事もそうなんだけど自信もそんなにって言ってたから、とりあえずじゃあうちで一緒にやってみて今後の肥やしにすればみたいな感じのノリでもあって、まあでももともとはとりあえず声かけなかったわけですよね、それでね、うん、っていう中だったから、まあうん、やっぱ本人もちゃんとしっかり考えたらそれ
それなんだよね多分っていう、うん、一応やっぱ一番今回さ一番の決め手となったその躊躇した理由っていうのは何？え、時間拘束がどれぐらいかが分からないっていう。そうだよね、うん、まあ、そのうちの会社だったら残業20時間含む一般的に160時間っていうのが一つの定義な、うんうんうん、定義っていうか定められてる場合が多い時間なんだけど、うんうん、160時間超えた分はまあ残業なんだよね、うん、世の中的な定義としては、うんうんうん、で20時間の残業込みで180時間でいくらいくらっていう、みなし残業込みっていうんだけどいくらいくらっていうオファーで、うんうん、で高梨さんのまあ日々において180時間っていうのはいけそうな気もするし結構重く感じたんだよね改めて考えていたのね、うん、だから20日を8時間ぐらいを、うん、今の自分のスケジュールに当て込んだらどうなるんだろうって考えたら、うん、私死ぬんじゃないかと思って。死ぬと思うなんかこのスケジュールがどう変わっていくのかなっていうのが見えなかったから、うん、まあ、そこがネックってなってたっていう感じだった、うん、でもそれが意外と友達とよく一緒にいるから意外とあっさり終わる時間なのかが見えないから、うん、どうなんだろうなみたいな。意外となんか夜まで一緒に いる時間も多いから、うん、そこの時間考えたら意外とあっという間なのかな。なんか誤解を生みそうだけど確かに誤解を生みそうだけど、そのみんな大人数とかでそうそうそう夜も一緒にいる場合が多いと、うんうん、健全な会とかで、うん、健全な会っていうことで余計、ね、その撮影とかさ、うんうん、なんか飲み会とかさみんなの、うんうんうん、そのインフルエンサー会とかね、経営者インフルエンサー会とかのなんかこうサポートとしてなんかいろいろねやってたりとかしてたから、うん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 、開くこともあったしね、うん、ね、まあやっぱりその自由性と不自由性で対極関係にあって、うんうんうん、自由性を広げようとすれば広げようとするほどお金は稼げない要素で、うんうん、お金を稼ごうとすれば稼ごうとするほど不自由性が増すというか、うん、自由性が減るっていうその対極関係にあって、だからお金も時間もある人っていうのは結構その何でもやりやすかったり、うん、まあちょっとある意味何かにチャレンジする上では無敵の存在になるわけだけど、うん、まあここで別にその例えいるかわかんないけど、カードゲームのプロやってた時もさ、どうやったら世界のトップのプロになれますかって相談されることあって、うん、中途半端に稼ぎながら中途半端にチャレンジするより、まず2年間どんな仕事でもやって金稼ぐ姿勢で、金がっつり稼いでから仕事全部やめて、うんうん、そのがっつり稼いだ金とフルの時間を使って本気で練習してチャレンジするのがおすすめですっていうアドバイスをしたので、ね、真剣な人には、うんうんうん、だから今カードを楽しみたいんだったら、そのチャレンジの角度を下げるか、うんうん、なんかもう楽しむだけにしてみたいな、うん、本気で目指すっていうから本気で答えるけど、金も時間もある状態にしてがっつりやれって言ってたんだよね、うん、俺は、うんうん、そうじゃないと、だってすでにトッププロは金もカードゲームに費やせる時間もあるのに、うん、勝てるわけないじゃんね、うん、キャリアもあるしさ、実践経験もあるし、だからまあそういうのって結構世の中であって、その時その時のだからバランスだよね。高有沙は今は自由性とかそのチャンス広げに全振りしてて、そう稼ぐことには重きを置いてなかったじゃんね、うんうん、まあ貯金つぶしみたいな感じで、うん、食べなきしてる状態って感じ今ね、ポン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 って、そうで、その時期がかぶってなんかいいんだけど、俺も目先のお金よりも、うん、チャンス広げを去年は結構やってて、うんうんうん、まあ、今新しい事業も始めるから、うん、まあ、その10-0とまではいかないけど、8-2だったバランスが、うん、チャンス商売、うん、8-2ぐらいだった状態が、まあ、6-4とか、うんうんうん、5-5とかになっていくんだけど、うんうん、今年は、うんうん、想定としては、まあでもまたちょっと落ち着いたら7-3に戻ったりとか、うんうんうん、そんな感じで、とりあえず人生の中で目の前の商売とかお金にそこまでコミットしてない時期なのは間違いなくて、うん、まあ、いろいろあってね、せっかくだからじゃないけど、うん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 、だからまあその10-0でいつまでもいたらそれはそれで意味ないから、うん、こういろんな
種をまいていろんな、まあそのつぼみが生まれてると思うんだけど今だんだんと、まあ、これも多分つぼみの一つだと思うの、うんうんうん、どこでどの花を咲かせるか、うん、それはなんか大きい花を咲かせようとすれば、うん、結構自由性減るし、うん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 、小さい花を咲かせるんだったら自由性そこまで減らないしみたいな、うんうんうん、って思った時にまあ実際そのそもそも正社員でオファーっていうのはなんか高梨さんの可能性を潰すことでもあるから、うん、その花が咲かせられなそうみたいなどこでもつぼみや花を咲かせられなそうな人だったらいやうちに来るのが一番いい来てとりあえず来てから考えようって言うんだけど、うんうん、そうじゃなかったんだよねだからもともとね、うんうんうん、っていう考えもあったから本人もその価値とかその自分の中で整理されてそう言ってきたってことは、うん、俺の中ではまあ昨日一瞬違う感じだったけどあれ思ってたよりフィットしてんのかなってウィンウィンなのかなってその高梨さんのリアクションを受けて思ったけどあやっぱりそんな感じだよなみたいな少なくともそんな簡単に決めれることじゃないよね分かってたよみたいな感じで、うん、俺がスッて引いたから、うんうん、振られましたっていう認定になったっていう振られたっていうことになったの俺の振ってはない正確には、うん、でも受け手が振られたと感じたらそれは振られてるから俺的には高梨さん的には振ってないかもしれない、うん、俺は振られたからっていう感じで大丈夫私トモハッピーを振った女じゃない切り抜きトモハッピー振られてショックみたいな振った女なるよなるよこれ事実まあ振ったかって言われたら分かんないけど、うん、振られたって、ね、トモハッピーこいつに振られたみたいな矢印ついてなるなるよいいじゃん売名ハッピーじゃんまた種増える確かにまた増える、うん、種増えますで、まあ、そういう話ですねだからまあそれもその俺いくつかのパターンを想定していったの、うんうん正社員フルコミット、うん、でも副業とかもありだしそれ以外の時間で種広げは別にいいしみたいな、うんうん、まあ言ったら720時間毎月あってね180時間って4分の1だからちょうど、うんうんまあ、睡眠とかで4分の1使うとしてもそのまあ半分あるよねみたいなその中で別に種広げとかいろんなつぼみ的な商売もすればいいんじゃないとは言ったんだけどまあ蘇生社員振り込みパターン振り込みとパターン、うん、でなんかこうなんだろう業務委託業務提携みたいな感じで、うんうん、そのここまでの範囲一緒にやってみたいなパターンで、まあ、そのサイズ感とか内容報酬とかを決めてやるパターンみたいな、うん、とかまあその、まあ、別にアルバイトってのはあんま考えてなかったけどとりあえずなんかそのライトなパターンまでいろいろ想定されてとりあえずはなんかウィンウィンかどうか改めてちょっと確認するのにね身の上話に時間を使って、うん、やったけど高梨さんがいやもう正社員でそれなんか興味あるみたいなじゃあ一応オファーしてみるかでやるなっちゃったからそっちの話はしてないから、まあ、結局頼もしいから今後いろいろ何らかの形で手伝ってもらったり、うん、その友達とかコラボ相手として動画出てたりとか、まあ、何にせよまた皆さんの前にね、うん、常にいるよ多分出てくる改めてさ今さ常にいる常にはいないか改めてさ今何を重んじてんの高梨さんは何を重んじてんの、うん、何を重要に生きて重要視して生きてんの何を最も大切に生きてんの、うん、こうなんか視聴者の皆さんに、うん、なんか愛人疑惑で出て振られましたで出てる人っていうのは、うんまあ、ちゃんと知られてほしいわけよ俺もそんな、うんうん、なんかゴミ道具みたいな感じで出るだけのそのなんていうのかなすでに超有名な人だったら、うんうん、それだけでその単発のコラボネタとして出てもらうみたいなのあるんだけど、うんうん、なんか高梨さん多分結構一緒に動画に出てるんで、うんうん、ちゃんとまあ知ってほしいみたいな、うんうんうん、で何を重きに置いてるかっていうと、うん、もう一番のもうがっつりのビジョンを、うん、日本っていうところで考えるとはいはいはい、はい、日本規模、ね、日本規模って考えると国家規模の話ね国家規模で考えると、うんあの普通にあの地方創生やりたいなとかおあの医療を発達させたいなっていうのと教育事業をしっかりやりたいなっていうところはちょっと今考えててか
頭の隅には置いてあって、なんでかっていうと、なんかその日本人の教育とかがあんまり、なんていうかな、されてないじゃないけど遅れてる、他の国の人たちとの教育が遅れてるから英語も全然できないしっていうところで遅れ始めてるし、 あと環境、観光業もやりたいな、観光系、日本今1位だから、うん、なんか綺麗だしご飯も美味しいしってところでめちゃめちゃ他の国からも円安でめちゃめちゃ来る流れが来てるから、なんかそういうのもやりたいなっていうところはちょっとあって、あと旅行好きだし自分もみたいなのもあるのがふわってこう頭の片隅にあって、へえ、すげえ。そこまでじゃあ考えてはいい、壮大じゃん。壮大なの。悪循環国家 V 字回復させたいと。そうね、でしかも今優秀な経営者がもうあれどん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 海外に行っちゃってるから、本当そうだよね。そうだからもったいないなって思ってて、うん、俺も半分以上海外に住んだ方がいいパターンもあるよねっていろんな人に優しく言われるけど、うん、俺半分以上海外にいたくないからもう昔行き過ぎて、うんうんうん、だからまあ日本にいるわけだけど、うんうんうん、なんかそういうふうになんか行っちゃったりとかする人がなんかせっかく日本で生まれたのに、うん、なんかその日本の良さをなんか手放していっちゃうっていうよりはなんか日本、そのどうにか日本を、だ四国とかも結構大変そうだし、なんかそのマインドとかもあの知事のマインドとかもちょっともうマイナスになってて、なんかだけどうまくいってる福岡とかはめちゃめちゃこうガン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 新しい政策取り入れてとかってやってる風にやってるから、なんかその差とかももう生まれちゃってるから、うちはもうお金がないから回らないんですみたいな感じの人がもう知事で言っちゃってるから、なんかそういうところのマインドも考えないとなんかどんどん衰退してっちゃうなとか、とかなんか施設とかないと おじいちゃんおばあちゃんとかの住む場所なくなっちゃうしとか、で医療が発達しないとかお医者さんが地方にいないからそこでも回らないじゃんみたいな環境になったら、みんなどん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 なんか人いなくなっちゃってみたいな感じになっちゃうから、うん、加速化進んでみたいな感じになっちゃうから、なんかそういう問題を向ける人がいないとダメだよなとか、確かにっていうところを考えてるのもあって、本当そこまで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 大志を抱く人だったの、すごっそこでも私がそこまでの力がないから、そういうのをなんかこう誰かとこうああいうふうなこう、うん、なんかこう自分の事業のなんかとかこうパートナー組んでやれたらいいなっていうところのビジョンがあるっていう、で日本を元気にしてみんなが笑顔になる世界を作りたいなっていう、すごいねマジでそこまでそこまでは聞いてなかった そこまで壮大なこう志があったんだねマジ。いやでも本当に、いや俺も別にその共感性がないわけじゃなくて、うん、俺もなんかそのカードゲームって世界でこう流行ってるっていうか世界で人気があるんだけど、一番カードゲーム大国って言ったらここないよ、日本なんよ。まあサブカル全般そうだけど、そのアニメとかもさ、日本が世界に誇れる代表的なものの一つがカードゲームなのよ。でそのカードゲームの業界で確かな大ポジションになって、その全体を盛り上げることで、うん、カードゲーム世界でもっと盛り上がることとかに貢献できたり、うんうん、まあ、日本だけでもそうなんだけど、日本でカードゲーム盛り上がるとそれがこう世界中に広がっていく分っていうのがあるから、うん、そうするとその日本を潤うことにもつながるわけだね、うん、結果雇用が増えたりとか、うんうん、まあ子供が増えないのがちょっとカードゲームの問題なんだけど、それはまた今度しようかなカードゲームハマりすぎてみんな恋愛しないからあんまりそうとも限らないんだけど、うん、恋人とか家族でやっても楽しいから、うん、そっち推しもすればまあね、その少子高齢化アプローチもできるかもしれんが、うんうん、まあ、とにかく考えるわけよ、カードゲームを通じて日本をもっと盛り上げれるんじゃないかっていう、うん、まあ、俺はそこの領域の人っていうのは強すぎるからさ、うん、まあ今まではそこ止まりだったよね、うん、まあ、この俺も種まきっていうかさ、いろんなこう人と出会ってレイワントラーとかでいろんな商売学んで、うん、そういうことに大きく貢献できることが今後できるかもしれないけど、うん、今までの俺の身の丈だとカードゲーム最大限盛り上げることが日本元気にすることにつながるよなっていうくらいだから、共感性はあるけど、すげえなんかあれだね、今さ、なんか自由性かお金かとかさ、経験かとかさ、そのバランスって確かに未来につながるめっちゃ大事なことなんだけど、そこが小さく見えるぐらい壮大な
志だね。そうとか世界をもっと見たいなと思ってて、はい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 、で世界の人たちとも絡んでいきたいなっていうところがある。そのなんでかっていうと、あの日本人って鎖国だし、なんか島国だから、もともとね、もう頭がカチコチで、なんかいろんな国の人の話聞くと、うわ自分たちってめちゃめちゃちっちゃい考えなんだみたいな感じがすごい私はして、だからそれを変えていきたいから、いろんな人の話を聞いていきたい、はい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 、なんかその世界の考え方。うん、だから日本人って1たす1は2だよっていう方程式しか与えられてないけど、ああはい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 、丸たす丸は2だよ、じゃあそこに入るのは0なの1なのっていうことを考える能力がちょっと少ないかなと思ってて、なるほどね。だからそれをなんか他の国から教えてもらったりとかっていうのはあるから、うんうん、そういうところの教育の違いとかのをもっとこうなんていうのかな、柔軟性にしたいっていうのもあるなって思ってる。なんかみんながでも自分に影響力つけて、あなんか自分、まあ、一番思ってるのが、うん、でもそれはなんか自分のなんかこうふわっとしたビジョンだけど、今一番思ってるのはなんか会った人が心を動かせる人間になったりとか、うん、なんか元気出たとか、高梨さんのインスタ見てると元気出るとか笑顔になるとか、めっちゃ言ってもらってるよね、うん、めっちゃ言ってくれるから、もうそれがもう私の今の原動力というか、多分一番明るいパーソンの一人だと思うよ日本人、うん、いや本当にそう思う。あと今話聞いてて思ったのが、うん、あのだからなんかリスペクトしてくれるし、うん、波長合うって高梨さんも思ってんのかなって思ったのが、うん、俺もその結構世界中を回って、うん、世界の人たちとも会ってきたのよ20代で。結構だからなんかその世界を知った結果、かなり柔軟ハッピーになった、うん、なんか国際人に近い日本人っていうか、みたいな感じだったから、もともとだからなんかその普通の日本人っぽくないじゃんちょっとなんかそれがいいのかもしれない、もしかしたら世界との中継地点みたいなパーソナリティだからいいんかも、もしかしたら。うん、確かに、うん、考え方が広いというか、あの海外回ってた頃さ、うん、YouTube あったらね、あったんだけど音楽聴くだけのものだと思ったから、うん、YouTube って昔は。いやその時ねプロ活動して世界回っていろんな人と絡みながらさ、うん、YouTube 撮ってたらめっちゃよかっただろうな。確かになんかチリ人のさ、そうチリ人の家でさ、うん、バーベキューしてさ、なんかお母さんとかも一緒に焼いたりとかさ、うん、あお母さんは焼いてないんだけど、お母さんお母さんとかも一緒にこう30人ぐらいでトンチでバーベキューしたり、うん、そういうのをなんかいろんなところでやってるからさ、うん、大人数の会とかもなんか好きだし開くし、うん、まあ、昔から転校生だったとかもあるけど、なんか、うん、私も転校生だった。あ、そう。そう。転校生だとね、結構大人数絡み得意になる説あるんだよね。うん、そう、出会いと別れと、うん、少数依存をしづらくなるっていう、うんうんうん、まあ、実際ね前の友達と悲しくバイバイしても新しい学校で友達たくさんできてハッピーみたいな経験したら少数依存しづらくなるよね、うん、でめちゃめちゃ俺その正直大量に関わる分その深く頻繁に会う仲良しの友達とかこう依存、まあ依存はしないんだけど別に、うん、なんかその深い友達みたいのあんまりできないタイプなんだけど、うん、結構ねあの深く大事に思ってるんで。いやありがとうございます。私もだから波長あるなってめちゃめちゃで、ね、仕事できなかったらよかったんだけど仕事できるから会社に来てほしくなっちゃうんだよね。でも別になんかウィンウィンなのが一番大事だから、うん、それは別に違うなと思ったらそこで引いて勝手に振られたって言って動画取り出しましたし、うん、あの別に もうちょっとその話したそうだったんだけど、うん、別に一旦ここまでのところあのなしっていう感じで、うん、別にまた話したりいろいろ考えて考え変わったら3日後にまた別に復活しても別に俺損する話でもないしみたいな感じで、うん、3日後って何この3日後って3日後とか2日後かな何でもいい、何3日後ってのはおかしい。じゃあ早くないっていう3日後になって思って、あ、違う違う、高梨沢がねなんか、うんうん、その考えが変わったりしたらよ、うんうんうん、だからとりあえずその別パターンでいろいろ関わっていってまた考えてもいいし、うんうん、普通に、うん、みたいな感じでまあ何かしらねここ動画に出てたりとかなんか手伝ってもらってたりとかするかもしれないけど、とりあえず仲良しなんで、あの、はい、今後ともよろしくお願いしますっていうお願いします、はい、ことっすね。はい、あとはなんか今回すげえいいなと思ったのが、うん、
一回なんかもう10ゼロでやるみたいな言っちゃったし言っちゃったし、とりあえずそう言った手前やってみようかなっていう方にブレないで、うん、1日経って違うかもって思ったらちゃんとそれをすぐ言ってきてくれたっていう、うんうんうん、そのアクションはちゃんと自分の人生の選択を、うん、自分自身とかその自分と関わる相手のことをすごい大切に真剣に考えてちゃんといいアクションができてると思うし、俺もそういうのがちゃんとできる人とさ、うんうんうん、言ったら例えば社員がさ、これちょっと危ないかもと思いながらプロジェクト進め、もうここまで OK もらって社長に OK もらったから進めちゃえって言って進めて大失敗されても困るからさ、うんうん、その不安になったら相談したりとか、うん、ね、ちゃんと伝えれるっていうのはとっても大事なことだし、こう自分のこともだから高梨さんは大事にしてるしね、あの俺のこととか俺の会社のこともちゃんと大切に考えてくれるし、いや本当に素晴らしいなと思って、これをねあの皆さんにもなんか自分のまあ人生だったり仕事においていろんな選択があると思うけど、なんかちょっとした恥とかよりもさ、うん、その自分が何を大切にしたいかとか、その自分がちゃんと伝えないと、ちゃんと考えてちゃんと伝えないと困る人が出るんじゃないかとか、そういうことをさ意識して、まあみんなそんな分かってると思うけど、改めてねなんかそういうリアルな、まあリアルな話をこう共有することでね、うん、そういうみんながなんかいろんな大切なものを考える、いい判断ができたり伝えるべきことを伝えれるようなこう一つのねきっかけになったらいいなと思ってこういう動画撮ってみました。はい、でも実際事実ではね、全部事実ベースではねちょっと振られたっていうのでなんかその違う意味だと思っちゃった方はごめんなさいですけど、まあ会社来てよってオファーして振られたっていうねリアルな内容でしたということで、はい、はい、まあ今後もねトモハッピーの自由奔放チャンネル、自由奔放なんでいろんなこと動画にしていくと思うんですけど、僕もねあの一つ一つのなんかこう、今回別にちょっとしたことじゃなかったんだけど、俺の中で結構大きいことだったんだけどみんなのこう日常でさ、うんうん、起こる本当は動画にしないようなことでも、僕がこれはなんか動画にしたら面白いなとか、僕にとっては大事なことだったなとか思ったら、みんなからしたらちっちゃいことでもね動画にしていくと思うんで、うん、こういうの好きだよって方はぜひねチャンネル登録してまた見に来てください、はい、グッドボタンもぜひ押してください。お願いします。もうこれね結構なんか社会勉強じゃないですけどね、いろんな思いを持って悩んでる人にも届くかなと思うので、うん、なんか共通点はありそうだよね、人生のいろんな、はい、人生のねいろんな選択において、うん、あとね高梨さんの、インスタだったりとかね、はい、あと TikTok、YouTube、TikTok、YouTube、YouTube もちょっとずつ頑張ってあげます。まあインスタと何か概要欄に載っけとくんで、はい、Twitter ね、はい、Twitter 載っけとくんでぜひ、はい、チェック応援お願いします。お願いします。今はちなみにごめん、うん、さ大使の部分だけ聞いたけど、うん、今はとりあえずインフルエンサーとしての活動も、あそうです、もう私力入れてるんだよね、あの影響力をまず強めたい、そうだよね、感じで頑張ってます。だからその私はもともとの根本もう軸となってる部分が、うん、みんなの心を動かしたい、みんなをハッピーにしたいっていうところが軸だから、はい、それの影響力っていうところをつけていきたいなって思ってます。今できるハッピー提供をしながら知名度投資もしてると、はい、そうです、はい、さらには人脈もこう増やせるように立ち回ってて、そうです、お金はそんなに今フォーカスしてないです、はい、はい、ただね美味しい案件だったらやると思うんで、はい、美味しい案件高梨さん取りたい方もぜひお願いします僕も何かしらねお願いするかもしれないっていうか、もう何かしらお願いしそうな気もするけどまだちょっとそれは分かんないですね、はい、はい、もうちょっと話してないで、ライトプラン話せなかったから正社員これでどうって言ったらやるーとか言ってライトプラン話してないから正社員プランの詳細しか話したんよ、はい、はい、ということでね、ご視聴ありがとうございましたまた